はこんばんにちはずんだもんなのだ。東北ずんこです。かつてオーストラリア史上最悪の女性殺人犯と呼ばれたキャサリン・フォルビックさんが恩赦を受け釈放されたのだ。今日はそんな彼女のストーリーを紹介するのだ。20年以上前、オーストラリアのキャサリン・フォルビックさんは4人の子供を産んだが、彼らは2歳未満で次々と死んでいった。彼女は2001年に逮捕されましたが、彼女は自分が無実であると主張し、これら4人の子供たちは自然死したと主張しましたが、誰も彼女を信じなかった。夫を含めて直接的な証拠は何も見つからなかったが、夫が発見し警察に提出した個人日記の中には、子供たちを傷つけ、さらには殺したかもしれないことを示唆するエントリーがいくつかあった。キャサリンさんは常に日記をつけており、その中には恐怖や子供たちの死に対する落胆、また子供たちへのイライラが記録されており、これらが最終的に証拠となって有罪判決につながりました。一部の日記の内容はテキストだけを見ると人々に恐怖を感じさせるかもしれないのだ。例えば以下のようなものなのだ。サラと一緒にいると彼女が口を閉じてほしいと思っていた。ある日彼女はそれを達成した。サラのようなものをまた扱うことはできないだろう。誰もこれを読んで私のすべての秘密を知ることはできないだろう。私は5歳の子供のように書いている。キャサリンさんには犯罪の前科はなく、彼女が子供を虐待するだろうと指摘した人もいないのだ。解剖でも何も疑わしい兆候は見つからなかったのだが、彼女は日記の内容によって有罪判決を受けましたのだ。検察は4人の幼児が自然死することは全くありえないと強調しました。3人の医者が SIDS 乳幼児突然死症候群による死亡が同一家族で3件も起こった事例は見たことも文献で読んだこともないと証言しました。これは英国の小児科医ロイ・メドウの影響を受けていました。一人の幼児の突然死は悲劇、二人は不審、三人は反証がない限り殺人。メドウさんの主張は後に否定されましたが、当時の人々は彼の主張を信じていました。キャサリンさんは無罪を主張したのだ。そして最終的には保釈され、裁判が始まるまでの間彼女は自由だったのだ。報道によれば彼女自身が無罪放免されると信じていたのだ。しかし2003年に彼女は過失殺人罪で有罪とされ、1989年から1999年までの間にパトリック、サラ、ローラを殺害した罪で有罪とされました。彼女の最長の刑期は30年で、最低の刑期は18年、平均的な刑期は25年で、最も早い仮釈放日は2028年です。監獄ではフォルビックは当初他の女性囚人からの重大な傷害や殺人の危険があるため分離された保護区域に収容されていたのだ。しかしこのような具体的な証拠がないにもかかわらず、彼女が有罪とされたため一部の団体がこの事件を継続的に監視していたのだ。また彼女自身も自分は無実であるという立場をずっと堅持していたのだ。サラとローラの DNA からは CALM2G114R という遺伝子変異が見つかり、これは母親から受け継いだもので、これが乳児の心停止を引き起こす可能性がありました。また他の2人の子供たち、ケーレブとパトリックはそれぞれ BSN バッソンシナプス前細胞基質タンパク質遺伝子の2つの潜在的に致命的な遺伝子変異を持っていました。この遺伝子はマウスの双発性致死性転換と関連しています。変異の一つは母親から、もう一つは可能性として父親から遺伝したものです。科学と医学の研究によれば、これらの娘たちは実際に自然死した可能性があるが、2019年の法廷調査でこれは否定された。
それに続く2020年の研究では、2023年5月に1021人の著名なオーストラリアの科学者と医療専門家がニューサウスウェールズ州の州知事請願し、キャサリンに恩赦を求めました。請願書は簡潔に述べているが、4人全員の死は非常に稀な遺伝的要因によるものと解釈することができると述べています。2023年4月5日、キャサリンさんは恩赦を受けて釈放されましたのだ。6日火曜日、釈放後初の公式声明を発表したキャサリンさんは、最後まで彼女を見捨てることなかった家族や友人、特に親友であるトレイシー・チャプマンさんに永遠の感謝を伝えたのだ。彼らなしでは、私はこの試練を乗り切ることはできなかったと思います。彼女の無実が証明されていますが、失われた時間は二度と戻ってこないのです。皆さんはこの事件にどう思いますか？日記だけで有罪判決を受けるなんて、考えてみると本当に信じられないことなのだ。多くの人が母親が子供に対して無限の愛情を持つべきだと考えるかもしれませんが、それは母親自身の人間性を完全に無視しています。どれだけ子供を愛していても、喜怒哀楽の感情は普通にあると思います。今回の話は以上なのだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。